新春シャンション歌手で総出演新春シャンションショー、はい、ということでね、はい今回ね、またちょっとね違ったフィギュア、ご紹介したいと思います。まあね、これはちょっと女性層をね、取り込みたいということでね、ご紹介させていただきたいと思います。はい、こちらです。じゃじゃじゃんとね、はい、刀剣乱舞です。刀剣乱舞から、大栗から、はい、オランジュルージュから出てますね。大栗からですね、はい、こちら刀剣乱舞オンライン、はい、こういう感じですね。いやね、あのね、ほんとね、これはね、まあ女性ファンがね、まあ、完全圧倒的にね、シェアを誇ってると思いますけれども、まあ男性のね、ファンもまあごくわずかにいるとは思いますけれども、まあ、自分もね、実は好きなんですけれども、まあ、好きといっても自分がね、まあ、好きというのはね、刀の方なんですよ。まあ、刀がね、実際の実物の刀ですけれども、そちらは大好きなんですよ。うん、まあ、まさに刀愛好家とまではいきませんが、めっちゃ刀好きですね。日本刀好き。はい。ということでね、まあね、こういうのが出てるっていうのはね、知らなかったんですが、この大栗からっていうのもね、実在する刀なんですよね。この、シリーズ自体はね、実在する刀の、キャラクターが、いろいろ出演してるってことでね、その中でもね、大栗からを選んだのは、まあ、実際にこのキャラ自体もかっこいいからという理由なんですけれどもね、うん、いやこういうちょっと悪っぽいキャラ好きですね、うん、いやーこれはね、うん、出来も良さそうですしね、うん、だから実際ちょっとね、開封して見ていきたいと思います。うん、はい、ということでね、実際に、組み立て終わりました。はい、こちらじゃじゃじゃんとね、はい、いやーどうです。いやこれはね、出来がすごいです。はい、細かいしね、もうこういうね、甲冑の感じとかね、すっごい細かくできてますし、まあ帯とか、あと刀、あとこれ入れ墨ですね。かっこいいね、この入れ墨入れてるのね。うん、で、女性にね、グッとくるね、このまくり上げ。腕のこのまくり上げ方ね。でね、ペンダントは、まあ、こういう風にね、まあ、動くっちゃ動くんだよね、うん、別パーツですね。で顔、いやーすごいね。まあ、実際ね、まあもう一つか、 目見えるかな、あ見えるか、うん、まあ、目もね、こうちょっと覗いてるか感じがね、かっこいいですね。いやーすげえ、いやーかっこいいねこれ。いやー出来がいいわやっぱこれ。うん、いやすごいね。いやこれはすげえ。いやほんと細かいね、細かいところまでほんとよく作られてる。かっこいいよこれ。いやね、ほんとね、これね、結構いろいろ出てるんですよね。あの大栗からだけじゃなく、実際ね、三日月宗近、天下五剣ですね、まあ、天下五剣の三日月宗近とか、まあ、骨ばみ藤四郎とか、あとまあ自分がね、一番、名前的にね、
好きなのが獅子王っていうのがあるんですよ。これがねめっちゃいいと思いません？響きが。あのね、いや獅子王も実際あの存在する方なんですよ、うん、いや獅子王ってめっちゃ中二病心をくすぐるような名前だよね。めっちゃ欲しい。いや欲しいって言っても国宝だからね。まあ無理だろうね。まあ無理だろうねっつうか、まあ見れる機会あんのかね。あるか、展覧会とか展示会とかあるか。まあね、まあでも本当ね、まあそういう刀を見てまあ楽しむのもいいんじゃないでしょうかね、うん、なのでね、女性もね、実際の刀とかね結構ね人気があるみたいでね、実もうそういう現地行ってね、刀のあれを 見に行ったりねしてるらしいですけどね、うん、まあ日本刀好きの私としてはねこうやって広まってくれるのはありがたいことですね、うん、だからこういう風にねこういうアニメ通貨ねこういうキャラを作って広めてくれるっていうのはねとてもありがたいことだと思います。はい、まあ、これでね、日本刀をね、知ってもらうっていうのはね、いや、いいアイデアつうかね、考えだよね、うん、ということでね、まあ今回はね、まあ、大栗からご紹介しましたけれどもね、機会があればね、獅子王とかも出てますんでね、まあそこら辺も手に入れられたら、紹介していこうと思いますんでね、ぜひねこれを見て、いただけましたらチャンネル登録、あとね、いいねボタンを押していただけますと、幸いです、ということでね今回は、これにて終わりたいと思います。ご視聴、ご視聴どうもありがとうございました。